赤トウモロコシ、赤もちきびもだいぶ実がついてきました。まあ普通はそうですね、一株から2本取れればいいと思うんですね。まあ1本しか取れない場合もあります。3本取れる場合もありますが、まあほどほどのものが2本取れればそれでいいんじゃないかと思いますね。これなんか3本ついてますよね。で、草丈も割と低めなんですよね。もちろん肥料が効いている畑の場合には草丈が高くなります。しかし私は無肥料栽培で草丈が低くて結構実がついているものを2本取る方がいいんじゃないかと思っていますね。これ1本、これが2本、これ3本目のですが、まあある程度太ったものが2本取れれば私は上等だと思っていますね。草丈を高くしても実はそれにつれて大きくなるというものではないんですね。実が大きくなって、まあ、草丈につれて実も大きくなって味もいいというのであれば、私ももっとぼかしとかを積極的に与えるかもしれませんが、そうとは限りません。無肥料でだいたい他のものに比べて草丈が低かったり、創生が草の勢いがさほどでなくても実は一般の化成肥料とかいろいろな肥料を使っているお百姓さんたちとうちの野菜、あれこれ比べてみますとうちのはさほどは遜色ないんですね。全体的には 1、2割実の大きさが小さいとも言えますし、あるいは同等の場合とかそれ以上に大きい場合もあるんですね。でも全体的にはだいたい天然農法では安全安心美味しさ確実生産というものを目指して、小ぶりで美味しいものを、多収穫理論ではないんですね、小ぶりで美味しいものを確実生産ということを目指しますので、まあ私はその方がいいだろうと思っているんですね。大きければいいという考えはどっか狂ってますね。大きいものは余計なものをたくさん含んでいる場合があるんです。組織でも巨大化すると悪の部分がたくさん入り込んで、それが巨悪に成長すると解体、壊滅してしまうわけですね。だからまあここに見られるようなこんなものが膨らんできて、こういうのがですね、膨らんできて、で充実した美味しい実を食べられればその方がよろしいと思いますね。毎年種を取って蒔くだけで、労力だけで他に何もお金もかかりませんので、土代とか肥料代とか農薬代とか除草剤代とか一切かかりませんので、まあスコップやクワは何年も使えるもんですから、投資するものは非常に少ないんですね。そうやって自給生活の何割かをですね、賄っていければ、まあ、とてもいい栽培法、食生活ではないかと思いますね。